ライナー・ボンホフは、ドイツのサッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィルダー及びディフェンダー。2009年から、ボルシア・メンヒ・エングラートバッハの副会長を務めている。1952年、オランダとの国境に近いエメリッヒ・アムラインという町で、オランダ人の両親との間に生まれた。地元のスース・エメリッヒでサッカーを始め、青年期には、 自動車販売店に勤務しながら同クラブでプレーを続けていた。西ドイツユース代表として1969年9月にオランダで開催されたユーストーナメントに出場した際のプレーがヘネス・バイス・バイラー監督の目に留まり、1970年1月にボルシア・メンヒ・エングラートバッハへ入団した。入団当初はフォワードを務め、ブンデスリーがデビュー戦となった同年8月のキッカーズ、 オフフェンバッハ戦では、初得点を決めたが、一方で未熟な選手とみなされていた。その後、バイスバイラーの下で、ディフェンダーとしての訓練を受けるとともに、プレスキッカーとしての専門的な訓練を受けると、国際的な選手へと成長し、ベルティホクツやユップハインケスやアランシモン戦らとともに、ブンデスリーガ優勝4回 DFB ポカール優勝1回。 UEFA カップ優勝1回に貢献した。1978年7月、ドイツサッカー連盟による国外移籍禁止措置が解禁されたこともあり、170万、マルクの移籍金でスペインのバレンシア CF へ移籍し、マリオ・ケンペスらと共に UEFA カップウィナーズカップ1979から80優勝に貢献した。バレンシアで2シーズンを過ごした後に、 西ドイツへと戻り、1980年7月に 1FC ケルンへ移籍。1980から81シーズンは、自身の怪我やチーム内の内紛もありリング戦は8位という結果に終わったが、1981から82シーズンにリヌスミケルスが監督に就任すると復調し、バイエルンミュンヘンやハンブルガー SV との優勝争いに加わった。 1982から83シーズン最中の1983年1月にヘルタ・ベルリンへ移籍し、同年限りで現役引退をした。西ドイツユース代表の招集を受け1969年9月にオランダで開催されたユーストーナメントに出場した。この大会の時点ではオランダ国籍を有していたが、1970年3月に、 ドイツ国籍を取得して帰化した。西ドイツ代表としては1972年5月26日に行われたソビエト連邦代表戦でデビュー。同年6月にベルギーで行われた UEFA 欧州選手権1972の代表メンバーに選出されたが出場機会はなかった。1974年に地元 西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップでは2次リーグ初戦のユーゴスラビア代表戦からスタメンに定着すると第2戦のスウェーデン代表戦では52分にゲルト・ミュラーのポストプレーから得点第3戦のポーランド代表戦ではゴール前への飛び出しからミュラーの決勝点をアシスト決勝のオランダ代表戦では守備面においては相手のヨハニース・スケンスを抑え 攻撃面においては、右サイドのドリブル突破から、ミュラーの決勝点をアシストする活躍を見せ優勝に貢献した。1976年、ユーゴスラビアで行われた UEFA 欧州選手権1976の代表メンバーに選出。準決勝のユーゴスラビア代表戦では82分に、ディーター・ミュラーの得点をアシスト。 決勝のチェコスロバキア代表戦では28分に右サイドのドリブル突破からミュラーの得点をアシスト89分にはコーナーキックからベルントヘルツェンワインの得点をアシストする活躍を見せ準優勝に貢献大会終了後にはベストイレブンに選出された1978年にアルゼンチンで行われた 1978FIFA ワールドカップでは 全6試合に出場。1980年にイタリアで行われた UEFA 欧州選手権1980の代表メンバーに選出されたものの、開幕直前に行われたゼップマイヤーの引退試合に出場した際にアキレス腱を痛めたため代表から離脱した。なお、欧州サッカー連盟の記録上は UEFA 欧州選手権の優勝2度、 経験した選手となっているが、自身は記録に関しては知っているが、私の考えでは間違っている。1972年大会は1試合の出場機会もなく、1980年大会は怪我のため、イタリアへはいかなかったと語っている。1981年1月にウルグアイで行われた1980ムンディアリートに、 出場したが、1月7日のブラジル代表戦で1の4と敗れると監督のユップデアバルと対立。その後、両者は和解したが、この試合が最後の代表戦となった。西ドイツ代表としては、国際 A マッチ53試合に出場し9得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、1989年に、 バイヤー・ユルリンゲンの監督を務めるホルスト・ボーラースのアシスタントコーチを務めた後、1990年にドイツ代表のアシスタントコーチに就任。1998年までの8年間にわたって、監督のベルティ・ホクツを補佐し、1996年にイングランドで行われた UEFA ユ u ロ96のタイトルを獲得した。1998年11月、 フルスのボルシア・メンヒエングラートバッハの監督に就任したが、1998から99シーズンに再開となり2部リーグへ降格。1999から00シーズンも引き続き指揮を取ったが開幕から3連敗を喫し、1999年8月30日に監督を辞任した。2002年8月、スコットランド U-21 代表の監督に、 就任。ダレン・フレッチャーやジェームズ・マクファデンらを抜擢し UEFAU-21 欧州選手権2004予選では、クロアチア U-21 代表とのプレーオフに進出した。2004年4月には契約期間を2006年夏まで延長したが UE F、UEFAU-21 欧州選手権2006予選では10試合で1勝3分6敗と、成績が低迷し、 2005年11月に監督を辞任した。2006年から2008年にかけて、チェルシー FC のスカウトを務め、2009年2月10日に、ボルシア・メンヒエングラートバッハの副会長に就任した。現役時代には主に守備的ミッドフィールダーを務め、活発な動きで相手の攻撃を抑えるとともに、総力を生かして、積極的に前線へ飛び出すプレーを持ち味とした。また、 フリーキックの名手としても知られており、対戦相手からは強力なキックで恐れられていた。UEFA チャンピオンズカップ1977から78準決勝のリバプール FC 戦では、終了間際にフリーキックを獲得すると、相手キーパーのレイクレメンスをめがけて直接シュートを決めている。ありがとうございます。